ビデオテープレコーダーとは映像信号を記録するテープレコーダーである。アンペックス社がアメリカ合衆国で商標として用いたことや家庭に普及したのはカセットテープ型だったことから家庭用のビデオデッキなどの故障としては VCR と表記されることもある。家庭用 VTR の1機種ソニー WVDR7 標準ミニ DV&SVHSET 両体を据え置き式、ダブルデッキビデオテープレコーダーの歴史は全般にわたって、ビデオテープへの記録の歴史である。アンペックスが最初に、商業的に成功したビデオテープレコーダーである、アンペックス VRX-1000 を1956年に発売した。これはニクワドラプレックスフォーマットで2インチ幅のテープを使用しており、価格は、 当時マ万ドルで導入は大規模のテレビ局や大きな制作会社に限られた。1963年、フィリップスがビジネス及び家庭ユーザー向けに L3401 一ヘリカルスキャンレコーダをソニーが最初のオープンリール式 VTR である PV-100 をビジネス、医療、航空業界、教育用に発売した。当時の価格は12000ドルで台米向け主体。 トランジスタ化により放送用の50分の1の容積にし、ヘッドは従来の5倍の1000時間に耐えるようにし、スチール機能を搭載した。ソニーの CV-2000 は1965年4月に価格19万8000円という当時としては、驚異的な安さで売り出された、世界最初の家庭向けとして発売されたビデオデッキで重量 15kg。 消費電力は 60W だった。アンペックスと RCA は1965年、独自仕様のオープンリール式モノクロ VTR を1000ドル以下で、家庭用市場に続いた。交換式ビデオカセットの開発は続き、消費者向けではオープンリール式を置き換えた。4トラックオーディオカートリッジが1962年。 コンパクトカセットとインスタマチックフィルムカートリッジが1963年、8トラックが1965年、そしてスーパー8が家庭用映画カートリッジとして1966年に発売された。ソニーユーマチックユーマチックは世界初の商業用ビデオカセットフォーマットである。1969年10月、ソニーがビデオカセットの試作機を発表。 1970年3月にソニー、松下電気産業、日本ビクターと海外メーカー5社により有企画として企画統一が合意され生産が開始された。ユーマチックは1971年9月東京で発表の後正式に販売が開始された。カートリッジは後の VHS カセットより大きく似ており3、4インチ幅のテープを使用して 最大60分再生でき、後には90分に拡大された。ソニーは同様に新しいテープを使用した VP-1100 ビデオカセットプレイヤーとボーカル -1700 ビデオカセットレコーダーを発売した。ユーマチックはその使いやすさにより、日本と北米において、たちまち他のビデオシステムを時代遅れにし、テレビのニュースや学校や商業において幅広く使用されたが、 値段は TB、VTR 一式で1395ドルで、家庭用としては高価すぎ、個人での所有は芸能関係者などに限られた。フィリップス VCR フォーマット木製外装の N1500 ビデオレコーダー1970年、フィリップスは家庭用ビデオカセットフォーマットを開発した。紛らわしくもフィリップスはそのフォーマットを VCR と名付けた。そのため、 あとに、最初のレコーダーの機種番号である、n 千1500と呼ばれている。同社は、フォーマットの開発にあたって、グルンディヒトレーベンの支援を受け、正方形のカートリッジと半インチ幅のテープを使用して、同時クリールにマウントする形を採用した。記録時間は1時間だった。最初の機種はイギリスで1972年に販売され、回転ダイヤル式のタイマーが付けられていた。 600ポンドで約64万円近い価格は高すぎて家庭用としては失敗した。デジタルタイマー式の n 1502が1975年に続いた。1977年には同じテープで長時間再生可能な新型で互換性を持つ VCRLP もしくは n 1700が発売され、学校や大学向けに販売された。 アブコカートリビジョンアブコのカートリビジョンシステムは TV セットと VCR を組み合わせた装置で1972年カートリジテレビジョン車が1350ドルで販売した正方形のカートリビジョンカセットは正方形でフィリップスの VCR フォーマットのように2個の2分の1インチ幅のテープが互いの上にマウントされ録画時間の上限は114分であった このシステムにおいては人気のある映画をすでに録画されたテープをメールオーダーで借りることができた。初期のビデオデッキはすべて地上アナログチューナーのみ内蔵。BS アナログ放送開始後は BS アナログチューナー内蔵モデルも併売されていた。さらに1992年以降製造の BS アナログ内蔵ビデオでは BS アナログハイビジョン放送を簡易的に視聴可能な MN コンバータを接続するための AFC 入力端子が標準装備されていたが2000年以降製造の BS アナログ内蔵ビデオは AFC 入力端子を廃止し、ケンパビットストリーム入出力端子のみ搭載となっていた。地上アナログアンテナ端子は初期は VHFUHF 別々入出力だったが、1990年以降、発売の機種は、プラグ式ビューコン合入出力が、標準規格となった。チャンネル設定の場合、アナログ VHF とアナログ BS の、各チャンネルは、工場出荷時に、設定済み。アナログ UHF チャンネルを、初期の機種では一曲ずつ手動選曲して合わせていたが、地域や機種によっては、 自動微調整では調整しきれないことも多くユーザーの目で映像を見ながらダイヤルやボタンで手動調整する煩わしさを解消するため1990年以降製造機種では設定画面を見ながら数字を書き換え画面も書き換えた数字に連動して変わる方式へ変更1993年以降の機種では画面での手動設定に加え 居住地の市外局番あるいは各メーカーが独自に指定した居住地地域番号を入力すると居住地で視聴可能なチャンネルが自動設定される方式も登場した。なお G コード予約機能搭載機種の場合、ガイドチャンネルを正しく設定しないと目的のチャンネル、番組の G コードによる予約録画ができない。加えて1990年以降製造の機種では、 NHK 教育テレビの正午の時報に合わせて、ビデオ本体時計のズレを自動修正する、自動時刻合わせ機能が加わり、時刻合わせ時に、自動時刻修正チャンネルを、居住地の NHK 教育テレビに合わせると、この機能が動作する。ただし、地上デジタルが始まってから NHK 教育テレビは、時報放送を廃止したので、この、ぴったり時計機能は現在使用不可となった。 BS デジタルが開始された2000年以降も VTR 単体機にデジタルチューナーが搭載されることはなくアナログチューナーのみ搭載の VTR 単体機及び SVHS WVHSDVHS 機は2007年頃までに生産終了現在は BD レコーダー及び DVD レコーダーの中に VHS 一体型機が存在するのみとなっている かつては各メーカーがテレビ受像機との連動6載機能を搭載しており、特に BS アナログチューナー非搭載機と BS アナログチューナー内蔵テレビとの組み合わせでは、テレビ側の BS 予約情報が接続したビデオに転送される BS タイマーコントロール機能搭載の機種が販売されていた。現在の連動6載機能は IR システムや HDMI 連動が主役になっている。 ただしこれら連動録彩機能はすべて連動録彩機能を搭載した同一メーカー同士の機種をメーカー指定の専用連動ケーブルで繋ながないと動作しない仕組みとなっており同じ連動録彩機能を有する機種でも組み合わせメーカーが異なる場合は正常に動作しなかったり誤動作する場合があるさらに IR システム及び HDMI 連動は デジタルテレビと組み合わせ録画機のメーカー及び、年式により使える機能数が異なる。デジタル放送が始まると録画媒体は、従来のビデオテープから、HDDVDDVD へ移行。これら記録媒体の方が、ビデオテープより、小スペースで保管でき、かつ操作性、画質、音質も従来のビデオデッキより格段に向上した、ことから、 ビデオデッキ単体機は2007年頃までに生産終了。現在は DVD レコーダーに VHS 一体型機が存在するのみである。さらにチューナーは当初 W チューナーモデルもあったが、現在発売中のモデルはほとんどシングルチューナーのため、裏録はできない。SVHS ソフトはすべて s q p b による簡易再生のみ可能。 SVHS 機の生産も2007年頃までに完全終了した。ありがとうございます。